はい、どうも、哲学とです。今回はですね、このゲームの、非常に強いね、味方である、ペットモンのね、進化について、一通りね、解説していきたいなと思います。まあ、ペットモンはですね、まあ、敵を倒してると、たまに出てくるね、この卵を孵化させて、仲間にすることができるようになっててですね、一応8匹まで、最大で同時に召喚しておくことができるという形になってて、一応ね、こういう感じで預かり所みたいのがあるので、なのでね、ここで、待機させておくってこともできるようになってます。結構ね、この預かり所も大きいので、なんていうのかな、育てたいペットもね、たくさんここら辺に預けておくと結構後々楽かなという感じですね。で、ペットモンの基本的なこととしてはですね、ペットモンの卵からは、まずね、この幼獣っていうのと、あとスライム、そしてカエル、ドロドロ骨、そしてネズミのこのね、5種族が、生まれてくるっていうところがあってですね。なので、基本的にこのね、進化に関しても、この5種族から、進化していくというような感じになるので、まずね、この5つの卵を、たくさん集めるというところから始めてみてほしいなと思います。で、孵化させた、ペットモンはですね、ある程度レベルを上げていくとですね、この、メニューの画面からね、右クリックですかね、進化を選ぶことができるようになるんですけど、まあ、こんな感じでね、結構進化の系統樹が、何パターンにも派生していくような感じになってて、で、ここにね、レベル8でナイトシェイドっていうのがあると思うんですけど、進化させるとペットモンのレベルはね、一回ゼロに戻っちゃうというような感じになりますので、なのでね、進化ができるようになったら、すぐにね、進化させちゃうといいかなと思います。このね、進化に必要な最低レベルも割と最初の頃は高かったんですけど、最近なんかパッチでむちゃくちゃね、緩和が来てくれてるので、すぐね、レベル上げの方は終わるかなという感じですね。だから例えばこの屍キノコだったら12、ローバーだったら18みたいな感じでね、なんていうのかな、各種族に転生してまたゼロからねやっていくっていう感じですね。まあ、今回このカエルちゃんは真ん中のねルートが、まだ進んでないので、こちらのね緑蛇の方に進化させてみましょうかね。はい、緑蛇に進化させますかとやると、今回はこの、レベル11だったものが、レベル0に戻った代わりに緑蛇になったよというような感じですね。で、今度は、赤蛇、砂漠蛇に13レベルでいけるので、またね、この蛇の方を、連れ歩いて、レベル13になったらペットモンを進化させていくっていうような感じですね。で、ペットモンの進化には、素材が必要になるんですけど、これはですね、まあ、敵を倒していくと、入手ができるようになってるんですけども、同系統の、敵からは、同系統のね、進化素材が出てくるみたいな法則性があるので、まあ今、ペットモンの雫小中大とか、あとペットモンの鱗小中大、そしてかけら小中大みたいな感じでね、特大とかあるんですけど、だんだんね、上位の種族に進化させるにつれて、必要な素材の方も高級になっていくというようなシステムになっているので、なんていうのかな、ダンジョンどんどん進めていっていただいて、上位のね、進化素材たくさん集めてみてほしいなと思います。そうですね、基本的にはあんまり、最終的には狩りとかは必要になってくると思うんですけど、道中で手に入れた素材で進化できるペットモンがいたらどんどん進化させていくっていうような感じでやれば、図鑑の方をどんどん埋まっていくんじゃないかなと思いますので、やってほしいなと思います。割とね、進化させると、まあ、ライフももちろんなんですけど、攻撃力、そして防御力もね、飛躍的に上がるっていうような感じになってくるんで、なので、同じレベルで、比べた時でもね、全然攻撃力、そして防御力、変わってきますので、なので、とにかく進化ができそうな、ペットモンがいたら、どんどん進化させていくっていうような感じでやってみるとね、冒険、スムーズに進むんじゃないかなと思いますので、参考にしていただけたらなと思います。
まあ私の場合はそうですね、だいたい進化、もうこれ以上進化できないなってなったら、こういう下の種族を育て直して、で、他の派生の部分のね、モンスターを、作るみたいなことをやってますので、参考にしていただけたらなと思います。またね、図鑑の方を完全にコンプリートしたら、効率のいい方法なんかね、お伝えしていきたいと思いますので、そちらの動画も参考にしていただけたらと思います。もしこの動画気に入っていただけたら、ぜひね、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは、また次回の動画でお会いできるのを楽しみにしています。哲学とでした。